にちは、チーフのミロです。12月5日、本日のコンテンツ予想です。今日は道端アンジェリカさんなど誕生日ですね。今日誕生日の方、おめでとうございます。さて、本日はですね、新着物件等もございませんので、先日入ってきました新着賃貸物件について、ご紹介させていただきます。で、ホームページツイートのところからですね、昨日5件入ってますね。一つ見てみます。パーソナルマンション富士、パーソナルマンション富士、同じ物件の名前、物件名がですね、辰ヶ丘と中曽根というところにあります。別になりますけどね、名前は一緒です。こちら48,000円 2DK、 非常にリーズナブルですね。2013年にフルリフォームしている物件、キッチン、トイレ、洗面、などを交換してます。下吉田第2小学校まで 250m、 下吉田中学校まで 650m、 通学便利そうですね。で、収納はこれ後からつけたんですね。で、しかも部屋によって、その長さ違います。奥行きは 60cm 一緒なんですけど、203号室今度、空いた物件、幅 135cm ですね。はい。で、こちらの物件、前の道が狭いっていうぐらいですかね。ちょっとマイナス点上げるとすればな感じですね。また横に避けるようなところもあるんでですね、そんな問題はない、ではないかなと思います。まあ、小学校は近いんでですね、運転には注意が必要です。はい、一部屋だけですね。203号室の空き予定の紹介でした。はい、明日日曜日、また来週の水曜日、第2水曜日ですね、は定休日になります。で、月曜、火曜、通常営業しておりますが、私のみですね、都内の出張に行きますので、次回フロンティア TV の更新は木曜日ご予定しておりますので、よろしくお願いします。では、ご視聴